お疲れ様です。ああ、お疲れさん。どうしたんですか？ドラマの撮影で何かトラブルでも？いや、撮影自体はまあ順調なんだけどさ、スポンサーが決まらないんだよ。日曜劇場でそんなことあるんですか？前代未聞じゃねえか？ TBS にとっちゃ人気枠だからな。ですよね。決まんねえのはスポンサーだけじゃないんだよ。キャスティングだって大変だったんだ。そうだったんですか？視聴率が取れる日曜劇場なら誰もが喜んで出演してくれるはずなのに、オファーしてもなかなか返事がもらえなくてさ、最近になってようやく出揃ったってとこだよ。それってもしかして原因は？そう、綾野剛だよ。しまゆうのアトリエ。みんなありがとう。ドラマや映画で数々の主演をこなし、 CM にも引っ張りだこの実力派俳優綾野剛。音楽の才能にも恵まれていた綾野は、2003年に俳優デビューする以前からバンド活動にも精を出していた。2006年に結成したミスター・ドット・ A では作詞作曲を担当、自身が主演する映画サウンドトラックに起用されるなどブレイクを果たしていた。しかし、この調子でどんどん売り出していこうぜ。ゴー、もっといい曲書いてくれよな。あ、俺に指図すんなよ。てか、もうバンドやんねえよ。え、どうしてだよ。別にいいだろ。俺が始めたバンドなんだから、いつ辞めても。これ以上の曲は作れない。作る気もなくなった。悪いけど解散な。そんな、ごちゃごちゃうるせえんだよ。俺が解散って言ったら解散なの、わかる？俺はもう音楽はやらない。俳優としてやってくわ。2006年、ミスター・ドット・ A を解散させた綾野は、その後俳優として邁進。NHK 朝の連続テレビ小説への出演をきっかけに知名度を広げ、人気俳優への階段を駆け上がっていった。そんな中、綾野をまた音楽に目覚めさせる一人の俳優との出会いがあった。高雪も一曲歌ってくれよ。しょうがねえな。映画での共演をきっかけに親友とも言えるほどの仲になったのは俳優の山田孝之。その仲の良さは、約2年後に孝之と入籍できたらと思いますと綾野が言っていたほど。ある時、山田の歌声を聞いた綾野は湧き起こる創作意欲を感じずにはいられなかった。孝之、俺はお前の歌声に惚れた。俺と一緒に音楽やらねえか。もともと俳優の内田朝日と一緒に音楽活動をしていた山田。そこへ綾野が加わる形で、2012年に音楽プロジェクト、ザ・シックスを結成。2018年には、ファーストシングルを配信し、本格的なデビューを果たしていた。ここのサウンドには納得がいかないな。もっと本格的な機材を入れようぜ。俺は今でも十分いい音楽ができてると思ってるけどな。ダメだダメだ。こんなところで満足してちゃ。こんなしょぼい機材じゃ、俺の理想とする音楽は作れねえよ。10代の頃からの仲である山田と内田。彼らが10年以上一緒にやっていた音楽は、リラックスしてラフに楽しむスタイル。一方の綾野は、音楽に対する強いこだわりを主張するなど、前のめり。ライブの衣装も一人だけド派手な衣装で決めるなど、他の二人との間の温度差は明らかだった。じゃ、そんなところで、俺も帰るわ。おい、ゴー。何言ってんだよ。俺から練習じゃねえか。あ、いや、俺今からドラマのセリフを覚えなきゃいけないし、あとは二人で適当にやっといてよ。後からうまく合わせるから。じゃ、おい、待てよ。活動を共にするにつれ、二人の間に流れ始めた不穏な空気。酒の席で喧嘩になり、内田の知らないところで一度解散したこともあったという。バンドとしての危機を迎えながらも、デビューの翌年にはファーストアルバムを発表。シングルは3枚目に突入していた。本日のゲストは、今注目の3ピースバンド、ザ・シックスの皆さんです。よろしくお願いします。2019年5月、ザ・シックスは念願だったテレビ番組、ミュージックステーションに出演し、サードシングル、冷静に暴れていこうかを華々しく披露。しかし、この舞台裏では壮絶な出来事が起こっていた。なんだよ、ゴー。その演奏で生放送に出られるとでも思ってんのか？いや、ちょっと練習する時間がなくて。ふざけんなよ！お前がずっと練習サボってたからだろ！ごめん。ごめんじゃ済まねえよ。本番までにどうにかできんのか？高雪くん、落ち着いて。とりあえず、サポートメンバーの音量を上げてごまかそう。そうするしかないか。でもこれじゃ、
ゴー君はほぼエアギター状態だけど。くそ、ゴーのやつなんてことしてくれたんだよ。綾乃の無責任な行動から耐えることがなかったメンバーとの衝突。そんな中、バンドの存続に関わる決定的な事件が勃発した。ガッちゃん、そっち楽しい？こっちつまんないからそっち行きたいんだけど。おう、来るんやったら全然いいよ。綾乃号からガッちゃんと呼ばれるこの男、自らが起こした詐欺疑惑の返金のため芸能界の裏側を暴露しているガーシーこと東谷義和。ターゲットにしているのは、自身が窮地に立たされた時に手のひらを返し連絡を一切よこさなかったという芸能人。名を連ねていた綾乃号に対しても暴露をしていた東谷。バンド解散のきっかけともなった綾乃が起こしたある事件とは。ガッちゃん来たよ。おー、ゴー、こっちこっち。飲もう飲もう。ち、おい、お前、安藤。綾乃が東谷たちと合流した店、それは俳優の佐藤健とラッドウィンプスの桑原が経営するバー、テン。泥酔状態で入店した綾乃は、入るなり店長である安藤に目をつけた。その理由とは、山田孝之のバースデーをそこでやった時に店長がゴーから20万円くらいぼったくったんですよ。過去の金銭トラブルと泥酔状態から店長である安藤に対して怒りの感情を抑えきれなかった綾乃。お前ふざけんなよ。クワちゃんの店とか関係ないぞ。お前ちゃんとしろよ。ゴー、ちょっと待って、みんな楽しく飲んでんねんから喧嘩したらあかんで。ガッちゃんがそう言うなら俺抑えるけど。お前いい加減にしろよ。お前のことなんか誰も認めてないからな。いやいやいや、ゴー、こっち行こう、こっちの本気だ、本気。東谷が間に入る形で一旦その場は収まったかのように見えていた。みんながまた楽しく飲み始めていた。その時、え、何？突然の物音とともに振り返った東谷、目に入ったのは桑原が吹っ飛ぶ姿だったという。おい、クワ、大丈夫か？何があってん？ゴーにやられた。は？ゴー、何があったん？いや、ガッチャ、俺絶対に許せねえよ。俺は安藤に20万もぼったくられたんだ。その責任はクワにもあるだろ？この店のオーナーなんだから。いやいや、気持ちはわからんでもないけど、暴力はあかんやろ。いやいや、ガッチャ、俺、本当にムカついて許せないんだよね。綾乃の怒りの根源である20万円をぼったくられたことに対して納得ながらも再度場を収めた東谷。そんな彼に桑原が声をかけた。いや、ガーシー、あいつはありえないよ。俺今まで散々一緒に遊んできて、いろんな奴が殴られたり暴力振るわれているの見てたけど、仲がいい俺には絶対にしないと思ってたんだよ。でも俺に手を出してきた。俺も二度とゴーに関わりたくないから、ガーシーも付き合いやめて。わかったわかった、とりあえずクワも落ち着こう。いや、絶対に許せない。俺、タカとかタケルとかにゴーにやられたって連絡したから。この事件をきっかけに付き合いのあった俳優やミュージシャンたちは一斉に綾乃ゴーの元から去ることに。この事態を重く見た東谷はバンドのメンバーである山田孝之に連絡を取った。孝之、緊急事態発生。何が起こったんですか？実はゴーがクワをやってん。で、シックスのライブも控えてるっていうのに、ゲストとして呼んだクワちゃんがライブに来れないじゃないですか。クワがみんなに言うてしまったから、他のみんなもライブに来られへんと思うわ。ありえない。あいつ何してんすか？綾乃の身勝手な言動により、バンド活動にも影響が出かねない事態に、怒りが込み上げていた山田。それまでいさかいを繰り返していた経緯も重なり、このことで関係性は一気に悪化。綾乃以外のバンドメンバー間で作られた LINE グループに飛び交っていたのは、綾乃に対する愚痴。つまはじき状態になったことを察した綾乃が、自らバンド解散を切り出したことで、2019年末、ザ・シックスは解散した。さすがにあれはやばいですよね。綾乃号や事務所は何か反応しているんですか？いや、綾乃号本人も、事務所のトライストーンも完全スルーしてる。綾乃号が CM に出てる企業に批判が殺到してて、不買運動にもなりかねない事態なんだよ。そんな綾乃号が主演のドラマなら、スポンサーが離れるのも無理ないですよね。それに綾乃号の問題はこの事件だけじゃないしな。まだ他にもあるんですか？ゴー、
お前が一緒におる人間は薬で逮捕されてんねんぞ。その人間と一緒におるお前はどういうことやねん。バンドの解散とともに絶縁状態ともなった綾乃と山田。山田が許せなかったのは綾乃号の暴行だけだったのだろうか。東谷の暴露とともに窮地へ追い込まれていく綾乃号。果たしてこの先もテレビで活躍を続けることができるのだろうか。